エブのチャンネル登録よろしく。おはようございます。どうもリョウさんです。ノリです。リョウと今日は絶品グルメ2021ドーム飯ゴーシャシャーズ。めっちゃ近づくのね、はい、はい。今日は絶品グルメ2021ということで、はい、選手のプロデュース商品食べていこうと思いますが、まあ4つぐらい食べてきたのかな。結構食べた ね。さあ今日はね、うん、たまには南側行こうと思いまして、はい、そうね、イケメン狙いでいきましょうか。ってことは僕はね、中島拓也の明太カルボうどん850円行こうと思います。おー、なるほど。おい北海道さん、おい北海道さん、はい、私は西川春樹のダブルチーズ明太子、こちら銀だこさん、こちら行ってみたいと思います。行ってみましょう、はい、ということで今日もやっていきましょう。シュワッ。近い。買って受け取りが別で近いわ。早く食べたい。はい、ということでね、絶品グルメ買ってきまして、今日僕は南ゲート、うん、大井北海道さんの中島拓也の明太カルボうどん、うん、850円。これ結構ボリューミー、美味しそうだね、うん、いい匂いするわ。すごいいい匂いしてる。すごいクリーミー。おお、はい、こちら、春樹のたこ焼きです。ということですね、はい、これが650円。うん、みんな大好き銀だこ。銀だこね、うん、美味しそう。で、いい匂いだわ。食べていきます。じゃあ、行きましょう。行っちゃう。パカー、あのね、明太子というよりは海苔の香りがすごい強いね。確かにそうかも。具は刻み海苔、うん、明太子、わけぎ、わけぎ入ってる、と、あとベーコン入ってる、うん、美味しそう。いただきます、はい、ずるいな。うまい。ちょうど洋風のうどんっすね。あー、そういう感じなんだ、うん、しっかりね、濃厚なカルボナーラ、うん、なんだけど、くどすぎず、うんうん、もうね、これスルスルっといけちゃう。で、ベーコンのね、この香ばしい、クンした感じ、燻した感じね。燻した感じがね、もう香りがいい。いい。これはね、めちゃくちゃうまいよ。洋と和のコラボレーション。素晴らしい。素敵。あ、痩せちゃった。じゃあ、ガチャをこちらに。これ食べたいと思います。これね、サリがチーズもかかってるね、明太子以外に。ダブルチーズ。ダブルチーズ。で、青のりもかかっていて。いや、明太ソースが美味しそう。いただきます、これ。明太のソースがとっても合う。めちゃめちゃ美味しい。ダブル明太ですね、そういえば。そうなんですよ、ね、イケメンは明太子好きだ、これ。
ねえ、そういうことだよ。うめえぞ、食ってみれ。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはりょうさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね、ファイターズのファンになって試合に行くとこんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、りょうさんでした。ありがとうございます。